ヤンチヒョルト、ヤンチヒョルトは、ドイツのタイポグラファー、カリグラファーである。看板屋の長男として、ライプツヒに生まれた。新しいタイポグラフィの創生に努めたが、ナチスの弾圧を避けて、スイスへ移住した後は、伝統的なタイポグラフィを擁護する立場を取る。同国のロカルノで没した。なお、元の生命は、ヨハネス・ツシクホルドである。イーワーン・チー・コールドと名乗っていたこともある。 彼はカリグラフィーを学んでいた。この職人としての老い立ちとカリグラフィーの実践が建築やアートという分野から育ってきた同世代のタイポグラファーたちと彼を一線を隠すこととなる。ドイツではアドルフ・ヒトラーの当選後、デザイナーは文部省に登録をしなければならず、共産主義者は教職などから排除されるようになった。1933年に彼の妻は逮捕され、 また彼の部屋からソビエトのポスターが見つかったことから共産党員との共謀を疑われるようになった。チヒョルトの書いた本はすべてゲシタポがドイツ人防衛のために押収してしまった。6週間後、警官がどうやったのか、スイス行きのチケットを手に入れ、彼と家族はナチスドイツから逃れることができた。1937年から1938年に、 かけてと1947年から1949年にかけてのイギリス滞在を除き、彼は残りの人生をスイスで過ごした。ファンでグラーフキャノンとはブックデザインのページ分割の理想的な比率である。ヤン・チヒョルトがザ・ォーム・オブ・ザ・ブックという著書の中で紹介し、普及した。チヒョルトは1923年に ドイツ・バイ・マール氏のバウハウスで開催された最初の展示会を訪れてからモダンデザイン主義者に転向した。彼は1925年に雑誌を出版して影響力を示し、1927年に古典を開催し、そして彼の最も有名な著作であるダイノイエ・タイポーラフィーによってモダンデザイン主義の第一人者となった。この本はモダンデザインのマニフェストとも言うべきものであり、 ンセリフ以外の本とを非難した。彼はまた中央揃えでないデザインを好み、モダンデザインに様々なルールを築き上げた。ドイツ中に幅広い影響を与えたモダニストタイポグラフィーの原則に基づいた、この本の続編とも言うべき実践的マニュアルが続々と出版された。しかし、第二次世界大戦直前に彼がイギリスを訪れたにもかかわらず、チヒョルトの論文は、 わずか4本が1945年に英訳されたのみであった。大イノイエタイポーラフィーの影響が冷めない1932年以降、チヒョルトは古典主義に回帰して行き、少しずつ固くなだった心情を捨てていった。彼は後に、大イノイエタイポーラフィーは極端すぎたと批評している。また、モダンデザインは概して権威主義的で本質的に、 国有的であるとまで避難までした。1947年から1949年の間、チヒョルとはイギリスに住み、ペンギンブックス社から出版された500種類以上のペーパーバッグのリデザインの監修を務め、ザ・ペンギンコンポジション・ルールズとして文字組みのルールを企画化した。彼はペンギン社の本の見た目を統一したり、今日では常識となっている。 文字組みの企画を導入しつつも、表紙や扉ページに様々なバリエーションを設けて、最終的な見た目はそれぞれ個性を出せるようにした。大衆向けペーパーバッグを扱う会社で働きながら、彼はチープなポップカルチャー向けの仕事をこなし、キャリアを通してこの仕事を続けていった。彼のモダンデザイン主義との決別は、戦後彼がスイスに移住したにもかかわらず、彼が 戦後のスイススタイルの中心人物にならなかった理由でもある。サボンはチヒョルトがデザインし、1967年に発売された。初期の使用例としては、ブラッドベリ・トンプソンが、ウォッシュバーン・カレッジ・バイブルに利用している。1926年から1929年の間に、彼はドイツ語のマルチグラフや音声記号以外のスペルを移送した。 ユニバーサルアルファベットをデザインした。例えば、彼は CH や SCH の代わりとなる新しい文字を発案した。彼は意図的に EU を o いに W を V に Z を TS に綴り替えた。長い母音はウムラウと記号をつけたまま、下に超音符号をつけることで表現した。これによりアルファベットは キャピタルのない三セリフ一書体で表現できるようになった。チヒョルトがデザインしたフォントには、下記のようなものがある。サボンは、モノタイプ機とライノタイプ機両方で、同じ製反のできる書体としてデザインされた。発表されて、すぐに、ブラッドベリ・トンプソンが、ウォッシュバーン・カレッジ・バイブルに使用した。後に、ライノタイプ社からチヒョルトがデザインした、サボンの解釈版として、 サボンネクストが発売される。ありがとうございます。